あれ普段って練習終わってからってどんな過ごし方になってるんですか？まあ今日はちょっとシュート練習、自主練っていうか、まあフォワードと中盤の前目の選手でシュート練習して、まあそれが終わってからちょっとダウンして上がってきてシャワー浴びて帰るみたいな感じなんですけど、僕はなるべく練習終わった後すぐなんかこう食べるようにしてるんで、30分以内に食べるとこう効率が上がるっていう。あ、じゃあ本当にもう早く帰って、もうすぐとりあえず、あでも帰りにコンビニ寄ってパン1個食べて帰って、はい、それからちょっとしてからご飯食べ行くみたいな。なんか中学生高校生みたいになってますね。もういやでもそれ大事みたいな。まあおそらく今年が JFL っていうのは最後かなというところは、ね、最後優勝してね、ですよね、終わらせたいですね。このまた2年分の悔しさもあるじゃないですか。そうですね、ギリギリ結構、まあ、最後まで競って最後、まあ、頭一つ抜け出されてっていう感じなんで、まあ、なんとか最後に一番上に立ってられるようにしたいです。本当にもう1位になるためにはどんなことポイントになりそうですかね。やっぱ直接対決じゃないですか。直接対決でしっかり勝つことと、まあその勝った後に後の試合でやっぱ簡単な試合を落とさないっていう、まあ、引き分けを勝ちにできたりだとか、はい、負け試合をこう引き分けにできるチームが最終的に優勝に近づくと思ってるんで。ここだけの約束、宣言というものですね、はい、お願いしたいなと思うんですけども、やっぱりこの放送される日が、はい、蒲田マーレ戦ということで、はい、じゃあその試合で1点取るっていうのを宣言します。もう取れなかったらブーイングしてくださいすごい、もう取ったらどれだけの拍手すればいいかですけどね。でもね、ただやっぱりここでゴール取るってことは本当に大きくきっと繋がりますね。頑張ります。南長野での試合ももうあと残り少しなんで、ぜひ会場を満員にして応援してください。お願いします。